皆様、午後のひととき、いかがお過ごしですか？ J-POP シャワーの時間です。金曜日の担当は、私、ボイスホビークラブの岡のりこです。今日もよろしくお付き合いくださいね。今回ですね、実は先週の木曜日ぐらいからちょっと熱を出しまして、病院に行ってまいりました。でね、面白いって言っていけないんですけれども、初 CT スキャンに入ったんですよ。皆さん、あまりね、そういうのって行ったことはないと思うし、行かない方がいいと思うんですけど、驚いたのが CT スキャンのドームの中に、この中って一体何があるんだろう、ちょっとね、疑問を持ってたんですけれども、見てびっくりでした。最後にこのお知らせにしたいと思います。はい、ということで、この番組、ぶっつけ本番トークは、そして雑学講座、ボイスホビークラブのおすすめをお送りしております。今日の雑学講座のお客様は、はい、マレーシアから来ていただきました。2014年アエラ新年、増大号アジアで勝つ日本人100人に選ばれ、そして NHKBS1 特番アジアで花咲けなでしこたち、初のマレーシア編で当時25歳の女性経営者として出演されました木村のぞみさんです。のぞみさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、のぞみさんとはね、結構海外でね、はい、なんか変わってますよね。はい、でもなんかいつもみんな人がいっぱいいたから、なかなか、そうですね、お話できずに、ね、そうそう、今回それでなんかタイに行くからランチしようっていう連絡をいただいてで、それだったら日にちを変えてラジオに出ようということで、はい、フライトを変えていただいたという感じになってるんですけれどもはい、タイはバンコクは時々来られてるんですか？そうですね、去年は2回ぐらい夜遊びしに来ました。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ割と1泊とか短い感じ？大体1泊か2泊で、いつも3年前からそんな感じで来ています。3年前に初めてバンコクに来て。夜遊びはどこに？夜遊びは大体何でしょうね、ゴーゴーバーに行ってます。行ってます。7です。7。ちょっとなんか日本人の女の人がっていうのは聞きますけど、はい、その仲間じゃないですね大丈夫です。大丈夫ですかあ、そうなんだ。はい、でマレーシアからここに来るのって言ったら、飛行機何時間でしたっけ？飛行機2時間ですね。あ、2時間近いですね。寝てたらすぐに着いちゃいました。はい、うん、はい、昨日の夜遅いって言ってたけど、何時があるんですか？と7時半の便で飛んで、はい、こっちに8時半。あ、時差1時間あるんだ。時差1時間なので、はい、あっという間に着きます。なるほど。1日もエアアジアで1日10便近くあるので。10便？そのぐらいあります。そんなに飛んでるんだ。はい、まあマレーシアって言うとエアアジアのね、はい、本拠地ですもんね。でもエアアジアって空港の中の歩くとすっごく長くないですか？遠いんですよね。だから昨日乗り遅れそうになりました、ね、やっぱりだってなんかすっごい長いですよね。長いです。おなるほど。まあでも10便もあったら最終便じゃなければ、そうですね、なんとかなるので。なるほど、はい、じゃあ今日はですね、いろんなお話を聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組 J-POP シャワーでは日本の曲を皆様にお届けしておりますが、金曜日は私の独断と偏見でちょっと古い曲が中心です。皆様のリクエストもウェルカム、そしてその頃のあなたの思い出も教えてくださいね。リクエストの宛先は電話02-254-3080、 e メール info@j-channel.jp、 SMS4689188 です。日が街並みに沈む昼と夜の狭間、プライベートな時間の始まりをサポートする街角情報番組イブニングキス。黄昏時を彩る音楽にタウンリポート、イベント情報、タイのローカルニュースを交え、各 DJ が個性豊かに耳寄り情報をナビゲート。イブニングキスは月曜から金曜午後5時から7時まで。お疲れ様も J チャンネル。 This program brought to you by Toyota。J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこをお届けしております。今日の雑学講座のお客様はマレーシアから来られました若手女性起業家木村のぞみさんにお越しいただいております。
のぞみさんは初めて海外に行かれたのはいくつの時ですか？初めて出たのが20歳の時ですね。どこの国に？その時はフィジーに行きました。あ、遊びにですか？1週間語学学校に通いに、うん、あ、語学学校に通いに。どうでした、フィジーは？いやー、結構そうですね、語学学校に通ったんですけど、あまりにも日本人の数が多すぎたんですね、はい、もう積もなかったので、うん、行かずに自分で一人でうろうろしてたんですけど、はい、うん、まあ野犬に囲まれたり砂漠で道に迷ったりとかして。フィジーに砂漠なんかあるの？なんかちょっと道に迷うとすぐこう砂地になっちゃうんですよね。で野犬と牛に囲まれたりとかして、うんうん、ちょっとそういう危ない経験しかしてないですね。よく無事でって感じで。だいぶたくましくなりました、そのおかげで。なるほど。で、あの大学4年の時にですね、はい、休学してマレーシアに。そうなんです、インターシップ、はい、なぜマレーシアなんですか？もうその当時大学 3,4 年にして、私はちょっともう何でしょう、はい、人生に疲れてしまって早いね。それで私東北秋田生まれ仙台育ちで山形大学に通ってたんですけど、はい、うん、東北の寒いところにしか住んだことがなかったので、一度暖かいところに住んでみたかったんですよね。なるほど。あとはやっぱりその当時そのちょっと田舎の閉鎖的な空気にちょっとへきへきしてたところもあって、ちょっと暖かいところで、あとその当時大学生で私アルバイトを7個掛け持ちしていて、いろいろやってたんですけど、はい、その中でのホテルの受付というか、はい、アテンダントのお仕事を、まあ、ビジネスホテルでなんですけどしていて、それが面白かったですね。なのでアジアで暖かいところでちょっとホテルの仕事をしてみようかなと。でそういう斡旋会社って結構いっぱいあるんですよ。インターンシップ、そうなんです、インターンシップの、はい、ホスピタリティ系のホテルラインの仕事を斡旋するインターンシップ会社がいっぱいあるので、その一つを見つけて東京まで行ってそこに登録しに行ったんですね。そしたらその私が登録した日に紹介されたというか、ちょうどそのマレーシアのサウジャナホテルっていうホテルだったんですけど、はい、そこが日本人ゲストサービスを募集しだした日だったんですね。私本当にどこでもよかったので、でまあじゃあマレーシアのこういうホテルが募集してますってことだったら、じゃあそこでって言ってそこでもいいですって。で1ヶ月後にはもうマレーシアに飛びました。おお、うん、じゃあそれは最初はどれぐらいの期間の約束で？最初は半年で、半年の契約で。そういうインターンシップでどうなんですか？お給料も出るんですか？お小遣い程度ですね、うん、一応学生ビザで行ってちゃんとお給料みたいなのはもらえないので、そのちょっと交通費程度というかちょっとしたお小遣い程度は出ましたけど、ただホテルに住めたので、ホテルに出てそのホテルの従業員用の社食みたいなところでご飯が食べれたので、まあ衣食住はとりあえず問題なく、なのでまあうちの両親も安心してというわけでもないですけど、やっぱり一人娘なのですごい心配はしてたんですけど、ホテルに住んでこういうに家もあるし食べ物も確保できるからっていうことで説得して半年間マレーシアに飛びました。どうですか、最初に着いた感じは？もうそうですね、やっぱりもうそれがもうフィジーの次がもうマレーシアだったので、ほとんど海外初めてだったんですよね。いや、とあるね某テレビ局では4カ国語回った後にマレーシアに決めたってあったんですけどね。そんなことないです ね、でも英語も全く喋れないですし、本当になんかもうイエスぐらいしか言えなかったんですね、はい、私、うん、なのでなのに飛んでしまって、でももうこう飛行機に乗ってでマレーシアの空港に着いて、そのタラップを踏んだ瞬間に、あ、私ここなんで今までここにいなかったんだろうと思ったんですよね。むしろなんで私は日本にいたんだろうってわけでもないですけど、あ、ここで生きていこうって、マレーシアで生きていこうって、もうその初めてマレーシアに降り立った瞬間になぜか思ってしまって、インターンシップなのに、うん、で半年のまあその契約では来てたんですけど、はい、まあでもそれから結果的に今もう5年住み着いてしまってるわけなんですが、5年いて、例えばそのマレーシアどこが好きとかってやっぱいっぱい聞かれますけど、言葉にするとつまんないんですよ、はい、ご飯が美味しいとか、うん、温かいとか、うん、そういうことしか言えないんですけど、もうもはやフィーリングだと思います。うん、初めて降り立った瞬間からもうここだって決めてしまったので、はい、ここしかないと思って。なるほど。でその一応半年終わったら日本には帰ったわけですよね？帰りました。大学生だったので、はい、で一度戻って卒論を書いて、うん、大学を卒業して戻ってきました。その段階ではもう次のことを考えてあったわけですか？もともとその起業するつもりでマレーシアに行ったわけではなかったんですけど、まあそのまあ、マレーシアで生きていこうというふうにもう決めてしまって、でホテルその時はじゃあ、21ぐらい？そうですね、大学4年生なので、で日系企業で働くっていうともちょっと考えられなくて、なかなかで外資で働くにも英語がその十分じゃなかったので、マレーシアで生きていくことは決めたんですけど、マレーシアで生きていくためには自分でビジネスをやるしかなかったんですね。なので
起業したんですけど、どうしてもマレーシアで生きていきたくて、でその時にやっぱりマレーシアでその周りの人たちがみんなマレー人で、すごい日本人が珍しいっていうこともあって、もともと親日な国ですし、すごいよくしてくれたんですよね。でその同じ同僚の子たちだったりとか年上の人たちが可愛がってくれて、それで自分たちのふるさと、田舎の方なんですけど、マレーシアの田舎の方に連れて行ってくれて、そうするとマレーシアは今でも子供の数がもう増え続けてるんですけど、とにかく子供たちがいっぱいいるんですよね。ですけど子供たちが何をして遊んでるかっていうと、家の中でテレビを見てゲームをしておやつを食べて。田舎の方でも？そうなんです。なのでこうなんただ太ってるだけなんですよ、家の中にいて。で外走り回ったりしないの？外がやっぱり暑いっていうのもまずありますし、雨も降りますね。なのでそうなんです、雨も多いですし、あとはそのまあ数は多くないですけど、誘拐も起こらないわけではないんですね、まだ。なので親はその安心して子供を外で遊ばせられないと。だからよく住宅街の一角に公園とかありますけど、外の公園、ああいうところで遊んでる子供たちってほとんどいないんですよ。でそういうのを見ていて、これは良くないなって思ったんですよね。でも実際ショッピングモールの中にもその5年前その当時にはプレイグラウンドもなかったんですね。なのでみんな遊ぶ場所にまあ困っていったっていう現状があって、でだから私がじゃあ作ろうかってなったんですね。じゃあ半年の間にそれをちゃんと決めた、はい、そうです、決めました。その間にパートナーだったりとか、まあいろんなご縁があって、はい、そのホテルで働いていた時にお客さんだった人が後々のパートナーになったりとか、日本人の方ですね。そうなんです、いろんなご縁があって一緒に起業するっていうことになって、でそれをじゃあ立ち上げようってことで、でも先に卒業はしておきたかったので、一度山形に戻って卒論を書いてマレーシアに戻ってきました。でも親にしたらもう超びっくりですよね。そうですね、半年の約束だったんですけど、うん、みたいな。どうでした？やっぱりそうですね、もともとこう決めると何でしょう、止まらないというか、考えなんですよね、突き進むタイプなので、親が一番よく分かってるじゃないですか、うん、なのでもう諦めてくれたみたいです。最初はでもやっぱり心配してましたけど、それからまあ1年2年経ってどういうことを私がしてるのかっていうのがまあ見えるようになってきたので、だって NHK 見特集とかされたらね。そうですね、そうなるとやっと、ね、うん、それまではやっぱりまあ親も私がずっとジャングルに住んでると思ったみたいなんでマレーシアはちょっとそのイメージがなかなかしづらいみたいで、なのでそんな危ないところにいないでって言ってたんですけど、ああいうなんか映像みたいなものがあって、私がこういうところで働いてるっていうのが目に見えるとやっぱり違うじゃないですか。そうですよね。そういうのがだんだん見せれるようにはなったので、今はまあ安心してというか応援してくれてはいますね。じゃあの1号店を立ち上げた時ですけれども、もともとそういうプレイグラウンドがなかったっていうことなんですが、はい、最初できた時の反応はどうでした？反応はすごく良かったですね。最初からみんなバッと来ました？来ましたね。遠巻きに見てるんじゃなくて最初からスッと来たんですか？来ました。もはやというか、むしろその工事中の時から人入ってきましたね。でこれがちょっと面白いんですけど、うん、私たちのお店は、まあ、J キッズという名前でショッピングモールの中にプレイグラウンド、あとそのパーティールームを併設して、子供のバースデーパーティーを祝う場所を提供してるんですね。で私たちは完全に日本からプレイグラウンドだけを持っていけばいいんだって思ってたんですよ。ですけどある時その1店舗目のオープンの、まあ、1週間前くらいに工事してる時に、なんかマレージーのなんか女の人が入ってきたんですよね、まあ、勝手になんですけど。で何してるのって言われて、プレイグラウンドを作ってるみたいなことを言ったら、パーティールームはないのって言われたんですよ、うん、でんと思って、何のことだかわからなかったんですよね。でその時はおーパーティールームと思って、それからちょっといろんなショッピングモールとか、まあ、レストラン行くと意識して見てみると、至る所で子どものバースデーを祝ってるんですよ。マクドナルド、KFC、 あとはレストランの一角みたいなところで祝っていて、でもうそのなんか子どものバースデーパーティーを外で友達とか親戚とかたくさんの人を招いて祝うみたいな文化がもともとあったんですよね。なんでお家で派手にパーティーしないんだろう。まあお家どっちかっていうとこうなんでしょうね、人に見せたがるんですよ、自分の子供をその、うん、祝ってますみたいなところを、うん、派手にやってますみたいな、はい、あとはなんかマレー人もチャニーズもそうなんですけど、うん、伝統的に結婚式とかもそうなんですけど、とにかくたくさんの人を呼ぶことがいいことだみたいなのがあるんですよ、割とマレーシアって。なので子供のバースデーパーティーとかでも
その子供たちがむしろ多分なんでしょう 5,6 人しかいないのに大人が何十人来たりとか、うん、そういうことも結構多くて、よくねイスラム系の結婚式って知らない人がいっぱい来てるらしいですね、はい、そうなんです、そうなんです、うん、なのでそういうなんかイスラムの結婚式とかあと花嫁とかが出てくるの結構遅いので、みんなその前に食事とか終わらせて花嫁の姿見ないで帰るとかも結構普通なんですよ。ちょっと悲しい、うん、通りすがりの人が食べに来たりとか、はあはあ、まあ、とにかく人を呼んでみんなに祝ってもらうみたいなのが好きなんですよね。なのでそうするとやっぱ家のキャパもあるので、よっぽど大きい家じゃないとなかなかできないじゃないですか。なのでレストランの一角だったりとかオープンスペースを借りてっていうのがすごい多かったんですね。ただ見てるとやっぱりレストランだと食べるだけなんですよね。子供たちはすぐに飽きちゃって走り回って、大人たちもゆっくりできないじゃないですか。でもそれを開店1週間前に聞いてどうしましたか。で、それでずらしてその遊具とかも何でしょう並べてあったんですよね、うん、配置して配線もしてたんですけど、ずらしましてちょっとちっちゃいパーティースペースを作りました、はい、うん、そしたらそれが爆発あたりになって、はい、当たりましたね、うん、でもう予約が止まらなくなってパーティールームの、でも1ヶ月後にはもう一部屋増やしたんですね、その遊具を詰めて、うん、なので今まあ J キッズを初めて立ち上げてから今まあ8店舗あって4年が経ちましたけど、もう各店舗に2つから3つの部屋があって、毎週末も埋まってる、予約でいっぱいっていう状態ですね。だから日本のその放送とか見てたら、はい、プレイグラウンドっていうのがメインになってるけれども、はいはい、今の実際のお話を聞いたら、はい、受けたのはパーティールームだったわけなんですね。そうなんです、パーティーのビジネスというかパーティーをやっていなかったら私たちは今いないと思います。もうなるほど、はい、ただ日本人としてはそういうのイメージしづらいと思うんですよ、うん、多分日本人は外でそんなに盛大に祝うみたいな、あとはマレーシアと東南アジア特有なのかもしれないんですけど、1歳のパーティーが一番多いんですよ、そのバースデーパーティーを祝う時に。っていうのも今はもう、まあ、マレーシアも医療技術がすごい発達してますけど、やっぱり子供がアジアにおいて1歳まで生き延びるっていうのはすごい奇跡というかすごい嬉しいことなんですよね。なので何歳の誕生日よりも1歳の誕生日を親は一番盛大に祝うんですね。なるほど、そこまで生き延びてくれたみたいな。そうなんです。でも1歳の子供に友達がいるわけないじゃないですか。まあ、結局呼ばれるのはその親の友達、親の親戚、まあ、近所の人みたいな感じなんですけど、うち娘もあの1歳頃に、はい、あの西洋人とかいろんな国の人たちのプレグループ連れてたんですよ、はいはいはい、でだから英語が嫌いになりました。わけのわからない、あれで、はい、誕生日パーティーがホテルであるんですよ。誰のかわからない。なんか全部それ母に連れ回られて、それでファラン嫌いとかって言ってました。そうですよね。だからまあ子供としてはわけわからずですけど、まあ、とにかくそういうのが毎週末あるような状態なんですね。誰かしらの子供のバースデーを祝って、そこに呼ばれてみたいな。なので実際子供のバースデーパーティーなんですけど、大人の社交場みたいになってるんですよね。そこがまた面白いなと思いますね。なるほど、やっぱり国によってね、はい、いろいろ違うんですよね、はい、J-POP Shower。 J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこがお送りしております。今日の雑学講座のお客様は2014年アエラ新年特大号アジアで勝つ日本人100人に選ばれ、そして同年3月 NHKBS1 特番アジアで花咲きなでしこたち初のマレーシア編で当時25歳女性経営者としてピックアップされました木村のぞみさんにお越しいただいてます。でのぞみさんはこのJキッズ、はい、3年で8店舗までに伸ばしたわけなんですけれども、うん、今回ですねびっくりしたのが、本当知らなかったんですけれども去年の8月に辞めた。そうなんです、みたいな。なぜって、だって、ね、確か何かでは、はい、あのマレーシアのキッズビジネス業界を全て私が牛耳るんだみたいになんか言ってたのにと思って、はい、そうですね、うん、とりあえず8月末で実務から抜けて、まあ、その自分で作った、まあ、立ち上げたビジネスなので、その役員としてはまだ名前は残っているんですけど、実務はもうローカルに任せています。というのももう8店舗あって、何でしょうね、やっぱりそのキッズプレイグラウンドがローカル対象だったので、いろいろ現場にはやっぱり私たちみたいな外国人が立つよりもローカルの子たちにある程度任せた方がいろんなことがこうコミュニケーションがスムーズに
行くんですよね。でもその任せられる人材っていうのはマレーシアでは探しやすいんですか？いや全くダメでしたね。なので最初の 1年半ぐらいは常に私が現場にいて、店にも一日中立った時ももちろんありますし、基本的に私が店を見ていたんですけど、でその時に頑張って、日本人的感覚なのかもしれないんですけど、やっぱり店舗を出して、で各店舗にどうしてもその責任者マネージャーを置きたくなっちゃうんですよね、うん、でそれにすごい苦労したというか、もう雇う人みんなお金盗んじゃうとか、まあ、そんなんばっかりで、はい、なのでなんかもうそれだったら逆にオペレーションをすごく簡単にして、それまではそのお金の管理だったりとか、オープンクローズ店の管理を誰か一人に権限を与えて任せてっていうやり方をした方が楽かなと思ってたんですよね。でもそうするとやっぱり他のスタッフとのいざこざとか、まあ、お金を盗むっていうのもありますし、まあ、いろんな問題が出てきたので、もう発想をガラッと変えて、いかにそのうちのお店の運営オペレーションを簡単にするかっていう方向に力を入れたんですね。どういうふうにするんですか？もう最初はその何ですか、今は簡単に言うとというか、今の現状としては、今私たちの J キッズで働いているのってみんな大学で幼児教育を専攻している学生アルバイトが多いんですね。で本採用ではない、もうみんなパートタイムの、パートタイムもしくはそのアルバイトですよね、うん、で完全に店を回してるんですね。で基本的に今私たちのお店でやらなきゃ、スタッフがやらなきゃいけないことっていうのは、受付に立ってもうこんにちはと言ってお金をもらって、あとはプレイグラウンドを掃除して、パーティーの後部屋を掃除して、基本的にそれさえできればいいようにしてたんですね。なので前はマネージャーにその全てを任せていたので、例えばお客さんからのクレームだったりとか、まあ、いろんなシフト管理だったりとか全てをやらせていたんですけど、やっぱりそうするとマネージャーっていうことで張り切って解決、いろんな問題を解決しようとして、むしろそこでごたごたになって、そのややこしくなってから私たちにそのこういうことが起きましたっていう連絡が来たりとかして、そのもうどうしようも手がつけられなくなってから投げられるみたいな状態だったんですね、私たちマネジメントに。でも今の場合アルバイトなので誰にも一切権限を与えていなくて、何かあったら私たちマネジメントに連絡をしてねっていうことにしてるんですよ。なのでお客さんからのちょっとクレームがあって、もうその時点でマネジメントに投げられるわけですね。その方がこじれてから対処するよりもよっぽど楽なわけですよね、初期の段階で。なので基本的にちょっと難しいこと、ちょっと大変なことが店で起きたら全てマネジメントの私たち日本人に投げてねっていうふうに変えたんですよ。でなんかアルバイトなのでその店のオープンの時もクローズの時も一人にならないようにシフトを組んだんですね。そうするとお金を盗まれるっていうこともほとんどなくなりましたし、大学生の子たちが盗むんですか？前は盗んでましたね。前はというかやっぱり私たちが甘かったんですけど、うん、やっぱりこの子ができるなと思うとその、まあ、マネージャーとして店を任せてちょっと信頼しちゃってるので、朝一人になったりとか、あとクローズの締めの時に一人になって、やっぱり実際でも分かんないでしょ、何人来たかなんて。そうですね、分からないですね、うん、でもやっぱりうちも監視カメラとかつけてて、結構でもみんな爪が甘いのですぐバレちゃうんですよね。あと周りの人が告げ口したりとか、うん、そういうのがあってすぐにバレちゃうんですね結局は。ただ私たちのなんかやり方もまずかったのかなと思って、まあ、今本当誰にも権限を与えないでフラットな感じ、全てがパートアルバイトで、そのパートタイムの子たちで回せるようにいかに運営を簡単にするか、そっちにシフトしたんですよね。そしたら私たちも気が楽になったというか。でも従業員は全く動かない？従業員、その正社員という意味では、うん、はい、いません。あ、それでも成り立つんですね。成り立ちますね。やっぱり単純なビジネスなので基本的にお客さんは、まあ、こう言ったらあれなんです、スタッフが多少そのホスピタリティに欠けていたとしても遊具が綺麗で動いてさえいれば来てくれるんですよね、リピーターになってくれるので。そのやっぱりその装置産業ってなんか楽なところだなとは思うんですけど、その辺タイと違うのは、はい、タイの場合だったらビジネスをするのにあのタイが 51% でとかいろいろある、はいはいはい、そういうのがまずマレーシアはないっていうところなんでしょうか？そうなんです。外資で 100%、 日本人2人で会社を作ることができるので、私たちも最初日本人2人で会社をというか J キッズを立ち上げたんですけど、うん、そういうのが全く問題なく、だから現地の従業がなくてもできるってことなんですね、はい、できます、はい。でもすごいですね。そしたら本当にパートだけでできちゃう。できちゃいます。ブラック企業ができちゃうみたいな。でもそうなんですよね。なので、はい。それで実際店も回っちゃうので、で、そういうシステムさえ作ってしまうと、あとやっぱりマネジメントにいるその日本人とか、まあ私たちが常にその店からの連絡を受けなきゃいけないっていう、そういうなんか
プレッシャーでもないですけど、常に店のことを考えていなければいけないっていうのはありましたけど、それはまあ もちろん私のビジネスを立ち上げた人としてのまあ責任なので、もうそれは問題なくずっとこなしてきましたし、ただ現場をもうローカルが見れる、もう完全に回るんですよね、お店が私たちがいなくても。特に私はその立ち上げはしましたけど、その後日本人の社員の子なんかが入ってきて、ほとんど私がやることがなかったんですよね、去年の半ばぐらいには。店にも立たなくてもいいですし、その店舗もこれからまだまだ店舗展開はしていきますけど、ある程度その信頼できる業者、内装も含めてですけど、もう見つけてしまっていたので、私がその工事現場にいちいち足を運ばなくても店ができてしまうみたいな、で店が開いたらスタッフもすぐにこう見つかってしまうみたいな感じだったので。募集したらすぐ来るんですか？すぐ来ます。もうあとはやっぱり幼児教育を専攻している学生たちが多いので、自分たちが辞めるときに後輩を紹介とか残してきてくれるんですね。それも全く問題ないので、本当に例えば明日から誰かが来れなくなったって言って代わりの若い子が現れて、それですぐにその子が仕事を始められるぐらい運営を簡単にしたんですね。でも幼児教育の大学生って言ったら、はい、日本で考えるともっと高いレベルの仕事を望みませんか？そうですね。ただこの私たちの今時給が、7リンギットなんですけど、それって結構まあ安くはないんですよね。飲食店とかのウェーターウェイトレス職だともっと低いので、まあ、時給も悪くないですし、やっぱり子供にか、まあ、あの携わる仕事なので、結構なんか裕福な家庭の親が割と私たちのお店で働かせたが、なんです、子供を働かせたがったりするんですよ。あ、そうなんだ。普通なんか裕福なねところだったら、そんな人目にさらされるところなんか嫌なのかと思ってましたけど、やっぱりなんかマレーシアっていうのはすごいその子供がまあ多いですし、みんな扱いにも慣れてますし、すごくこの子供がその自分の周り生活にいるのが当たり前の国で、なんかそれもあるんですけど、すごい子供たちをみんな大切にするというか、すごいみんな子供好きなんですよね。なんで子供と関わる仕事っていうのはすごい人気がありますし、なのでプレイグラウンドのアルバイトとかも本当に募集かけなくてもここで働きたいみたいな子たちが本当にいくらでも頼めるので、そういう意味ではなんかスタッフに最近困ったことはないですね。私たちはそのなんかマネージャーとか言ってて管理できる人ばっかりを最初探していたので、すごい苦労したんですけど、そういうにその普段の実務をできる子たちを探そうと思ったら全く苦労はいらないですね。なるほどね、はい、発想の転換ですね、はい、で今はじゃあメインは何？そうですね、それで、でまあ私があまりやることがなくなったので、ちょっとまあその仕事の方は芸術系キッズの方はローカルに任せて、じゃあ別のことをしようと。でそれまでずっと温めていたのが、まあ、イベント業というかちょっと婚活ウェディング、まあ何でしょう、日本人の人とまあ、とりあえずマレーシアに住むマレーシア人チャイニーズを交流させる場を作りたいなと思って、それで結果的にはその11月にマチコンっていうのをマレーシアで初めて開いたりはしたんですけど。何人規模ですか？それは160人集まりましたね。でローカルが 65% ですね、チャイニーズ。それは年齢制限とか？年齢制限はつけてはいなかったですけど、だいたい20代前半から30代半ばの人が集まりました。若いんですね、みんな。そうなんです。で集めてマチコンやったりとか、はい、まあ、そういうちょっとなんか出会い、人と人が出会うみたいなイベントをやろうかなと思っていたんですけど、そのタイミングで私ちょっと妊娠が発覚しまして、はい、それで急遽ベビービジネスを始めました。出たって感じでコロッと変わるの。そして今月、はい、もう今月の6日に1店舗目をオープンしまして、はい、でそれはベビー用品、ベビー用品、はい、日本製のベビーグッズをローカルの人に販売する店舗を構えまして、で2店舗目も、まあ、今月末にはオープンかなというところです。ねえ、私結婚してることすら知らなかったから、なんとなくお腹大きい写真を見てあれいつ産んだんだろうって思ったら今妊娠中だったんですね。そうなんです、今7ヶ月で、もう周りも全く気づかなくて、うん、私自身も自覚もなくここまで来てしまいましたけど、なので妊娠をきっかけにちょっとベビーのもの、はい、やっぱりそのマレーシアで今でもメイドインジャパンブランドっていうのはすごいいいっていう風に言われていて、それでただその手に入りにくいんですよね、やっぱりそういうビジネスなんでしょう、うん、マレーシアではもちろんビジネスは盛んですし、うん、チャイニーズの人たちはすごい自分たちで会社を起こしてってやってますけど、やっぱりそういう日本製のものを仕入れてっていうのは日本との強いコネクションがないとなかなかできないじゃないですか。
なんでなんでしょうね。マレーシアってなんでみんなやってないんだろう。そうですね、うん、でも実際なかったんですよね。日本のお菓子とかを輸入して売るとかっていうのはありましたけど、はい、日用品だったりとかそういうベビーグッズ、おむつだったりとかそういうのを売る店が今までほとんどなかったので、じゃあそういうのをまあやろうかなと。私自身もこれから必要ですし、はい、勉強にもなりますし、あとちょっと今までサービス業、キッズプレイグラウンドっていうサービス業しかしてこなかったので、ちょっと小売りも今年やってみたいなと思って。じゃあそういうのはもう全部日本の業者から直接仕入れて。そうですね、日本にパートナーがいるので、うん、今はその人に貿易だったりとかいろんな仕入れを任せて。ただ思ったよりそのベビービジネスがマレーシアで店舗展開いろんな形で拡大していけそうなので、ちょっと自分でも貿易とかいろんな部分を勉強していこうかなと思っているところです、うん、なるほど。ねえ、もう妊娠してなかったらそれは言ってなかったんですよね。そうですね、だから待ち込んだ方だったんですね。これからもやっていきたいとは思ってるんですけど、基本的にはそのこれから私がやりたいっていうか、ずっとこれからも前もそうですけど、日本のいいものをマレーシアのローカルの人たちに知ってもらうということ、あとは日本人にマレーシアの良さを知ってもらう、あとは日本人とマレーシア人の交流の場を作る、そういう基本的に日本とマレーシアをつなぐビジネスっていうのが私がやりたいことで、私の使命だと思ってるので。だってもともと最初からローカル入ってますもんね。はい、そうなんです。まあ、タイなんかだったらもう日本人社会だけでビジネスが成り立ってしまっているから。そうですね、うん、ローカル向かなくても行けてしまってる、はいはい、でもローカルはそういうふうにないがしろにすると本当は続かない。まあまあそうなんですよね、うん、はい、なのでせっかくマレーシアにいるのでマレーシアのローカルを見た方が、まあ、まず面白いっていうのもありますし、やっぱり今そのどんどん生活のレベルが上がっているので、そのマレーシアの人たち、ローカルの人たちのその収入所得がすごい上がっていて生活が豊かになってるんですよね。今どれぐらいですか、新卒の大学生。そうですね、新卒で、まあ、スキルがあるなしにもよりますけど3000リニット日本円で言うと10万円弱ですかね。あ、結構高いですよね、はいはい、そしたらね。そうなんです、もうエンジニアとかそういう手に職っていう人たちだと、もう5000リニットとか15万円ぐらいですか、はい、それくらいいっちゃうので。あ、じゃああれですよね、人件費が安いっていうのはダメですね。そうですね、人件費がそんなに。じゃあ何だろう、家賃は。家賃安いですね、家のリビングコストもそうですし、うん、例えば私たちはショッピングモールの中にずっと出勤してきたんですけど、はい、そういう意味での家賃も他のその J キッズを立ち上げてからいろんな各国、ASEAN 各国を回っていろいろ市場調査もしましたけど、マレーシアが一番安いです。あ、そうなんだ、はい、タイなんか高いですよ。高いですね。デパートなんか入ったら広いところ4割取りますからね、はい、あ、うん、だからよくあのとこ入ってるよなって思うぐらいに。そうですね、うん、やっぱり家賃のためにビジネスやるのもちょっと。そうですよ、はい、つまらないので。皆さん多分ネームバリューだけって感じもありますよね。J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこをお届けしております。今日の雑学講座のお客様はマレーシアの若手女性起業家、木村のぞみさんにお越しいただいております。まずこののぞみさんが飛行機で降り立った時にその瞬間に気に入ったっていうマレーシアって国、どんな国でしょう。5年住んでいて、私は本当にマレーシアが大好きなんですけど、うん、言葉にするとちょっとつまんないんですよね。好きなところって聞かれると温かい、さっきも言いましたけどご飯が美味しい、そういう風になんかちょっとつまらない感じ。いっぱいありますよね、そのね。沖縄も温かいですよ。どこの国でもありますけど、ね、うん、やっぱりフィーリングなんですよね。ただその生きていくのに全く不自由ないっていうのもありますし、あとはその人々が温かい、親日、さっきも言いましたけど親日で本当に日本のことを尊敬していて、メイドインジャパンブランドも今でも生きてますし、そういう意味ではビジネスがやりやすいっていうのはまずありますよね。あとはその、まあ、私自身東北で生まれ育っていて暖かいところがすごく憧れだったので、この常夏の気候っていうのはすごいいいですね。服も選ばなくていいですし。じゃあマレーシアの国民性というか、はい、国民性、うん、はい、女性の地位っていうのはどんな感じですか。そうですね、うーん、割と知的職業だったりとか、あとは子どもの数がとにかく多いので出生率はまだ3を超えてますし、キッズベビー業界のその会社をやってるのはほとんど女性ですし、大体起業家に女性は多い。多いです、多いです。それっていうのは起業家っていうのは中華系、
中華系、そうですね、自分で会社を立ち上げるのは中華系の女性が多くて、うん、あとはマレー系の女性はその割と政府系の仕事に就く人が多いですね。で平均的にインド系の女性っていうのはその知的職業、医者、弁護士になることが多いです。大体その国民の中の 100% としたら、はい、マレー系っていうのが何パーぐらいあるんですか？そうですね、5割から6割、まあ、少ないですよね、意外にね。マレーシアなのにね、はい、でチャイニーズ、中華系が3割で、インド系がまあそうですね残り、あとは外国人ですね。意外にその外国人は誰でも住みやすい、住みやすいと思います。だって未だに土地買えますよね。買えます、外国人買えますし、ね、なかなか住めてないですしね、はいはい、でワーキングパミットとかそういうのも別にうるさくないわけでしょ。そうですね、ちゃんと資本金を積んでとかいろんなまあところをクリアすれば全く問題なく住めますね、うん。なのになんでみんなマレーシア行かないんだろう。不思議です ね、 ね、日本人起業家っていうのはじゃあ少ないわけですよね。少ないですね、うん、なのでだってリタイアメントの人はなんかね、はい、リタイアメントの国マレーシアみたいな感じで、そうですね、うん、それで物価が3分の1で年金で住めますみたいな感じでメディアが結構煽ったところがあって、多分その MM2H っていうロングステイビザがあるんですね、10年ビザ、はい、それを取ってくるそのリタイアメントの人が多いんですけど、多分一時期のブームもあって3000組くらいの人が取得したんじゃないですかね、はい、で移住してきて、まあ、なんか結構たくさんの人が帰っちゃったっていう話も聞きますけど、うん、まあ、でも結構マジョリティ、その日本マレーシアにいる日本人のマジョリティはまだ占めてるんじゃないですかね、シニア層の方々が。なるほど、はい、でも昔ねマレーシア住んでる方が、はい、なんかマレーシアから電話あったりとか、うちのショップにまで来られたことがあって、うちの支店を作ってくれみたいに言われてたんですけど、やることがないっておっしゃってましたけど、そうですね、うん、まず一つはそういうリタイアメントの方で日本で会社をやっていて、もしくはまあ日本で勤め上げて、そのずっととにかく仕事をしてきた人が多いと思うんですよね。で老後はゆっくりしようと、でマレーシアを選んだのかもしれないですけど、マレーシアのそのまあシニアの方々がする娯楽っていうのはやっぱりゴルフ、あとは何でしょうねダイビングとかですかね。シニアダイビングしないですね。しないかも。ゴルフ、ゴルフくらいですかね。まあそこまでで芸能はしないだろうし、うん、はい、退屈だと思うんですよやっぱり。なので仕事がしたいとなっても、うん、MMH は基本的にその給料をもらうというか、その仕事に就くことができないんですね。仕事もできない、ゴルフも飽きちゃったって言ったら、うん、まあ何か趣味を見つけないと結構きついですよね、うん、はい、なのでやっぱりあとはその日本で経験を積んでる方が多いと思うので、せっかく日本でこういうスキルがあるのに活かせる場所はないかなってすごい探してる人はたくさんいると思います。うん、まあそうですよね、何々の自分っていうか、はい、ないんでしょうねその何々が。あ、多分それで今までずっと来てるじゃないですか、うん、なので急にリタイアして、うん、マレーシアに来て周りも自分のことを知らないと、で何かが欲しくなるのは多分当然のことですよねきっと、うん、だからまあ人間関係が大変だっていうのは聞きましたけど、はいはい、そうみたいです、うん、で一時は今度エデュケーション留学、そうですね、都市留学、ね、はい、それは今も進んでるんですか。今はだいぶブームは去ったと思いますね。それは主にクアラルンプール、私がいるクアラルンプールの方もそういう方たちはいますし、いましたけど、ジョホルバルっていうちょっと地方のエリアでその母子留学がすごく流行ったんですね。ただその日本人が住むというかその生活環境が整うのが、そのブームが起きた時にまだ何でしょうね、学校はあったんですけど日本人が住むような環境が整ってなかったっていうのもあって、結構苦労した方もいたみたいですし、あとやっぱり思ってたよりも物価が安くなかったとか、リビングコスト、あと学費も。何なんだろう、インターに入れたいの。インター、そうですね、やっぱりマレーシアもともとイギリス領っていうことがあって、イギリス系のインター、うん、でイギリスのカリキュラムっていう学校が多いの でそういうのに入れたかったんだと思いますね、インター。なんか子供にしたらいい迷惑なような気がするけどなんかね、NHK でね特集やってたんですけど、はいはい、もうお父さんはその仕送りのためにすっごい大変なもうキツキツの暮らしをして、はい、奥さんと子供のために月々お金を送ると、だからスカイプで顔見せるだけって、行く飛行機代もないと言われてたけど、ね、そこまでして何してんだろうみたいな感じしましたけどね。そうですね、うん、でも実際にはやっぱりその海外に行って住んで英語も身につくし、マレーシアでは中国語もマレー語も勉強できるみたいな、で
のに憧れ、あとはその物価が安くてっていう情報で来たのかもしれないですけど、現実はそんなには甘くないっていうことで帰ってしまった人もたくさんはいると思いますね。はい、だからそんなどうですか、企業でっていうイメージじゃないから反対にみんなスルーしちゃってるんでしょうかね。そうだと思います。いや意外に私穴場だと思いますけどね。そうですね、そもそもやっぱりマレーシアを、うん、そうですね、マレーシアって名前は聞いたこと皆さんあるのかもしれないですけど、実際行ったことあるとか、あとマレーシアがどこにあるかを分かってる日本人って少ないんじゃないかなと思うんですよね。だいたいマレーシアって言ったら観光はどこですか。観光、そうですね、うん、マレーシアのクアラルンプールにはそのペトロナスツインタワーって言って、ツインタワーで遊びました。それはそれは美しいタワーがあるんですけど、夜景綺麗ですね、こうね、あの飛んでるふりして遊びましたそうですよね、はい、あとはやっぱり私ダイビングをするので、うん、島に行ったりとか、海もすごく綺麗で、もう世界有数のダイビングスポットとかもあるんですよね。なので観光、そのケール、あのクアラルンプールの街中の観光スポットはそんなに多くないですけど、でもビル見てで一瞬で終わるし、泳がない人はダイビングできないし、そうですね、そしたらちょっとつまらないかもしれないですね、観光には、ね、なので、うん、確かにその観光スポットみたいなのは少ないんですよね。ですけどやっぱりあまりにも、でもいい場所、まあその島とかもそうですし、夜景もまあ綺麗だったりとか、まあ都会なんですよね基本的に、うん、それすら知らない人がたくさんいるというか、私も最初マレーシアにいるって、マレーシアって言ってるのに何回聞いてもそのシンガポールだよねってなんか聞いてくる友達とか、あとはなんかそのバンコクにお友達が来るから会おうよみたいなこと言われて、なんでバンコクまで来たのにあのマレーシアまで来ないのみたいな、そんなに近いのみたいなことを聞かれたりするんですよね。なのでマレーシアっていう国でメディアとかで宣伝されて、そのロングステシニア層にいいとか、母子留学が流行ってるとか、そういう情報があったとしても、そのビジネスにいいとか、その観光でその都会っぽいイメージをあまりそのマレーシア政府が多分うまく伝えられてないんですよね、きっと。だからイメージがつきづらい。だからちょっと前だったらミャンマーミャンマーってね、なんかみんなミャンマー向いてましたけどね、はいはいはい、そうですね、うん、そういうところでもよっぽどインフラ整ってるしやりやすいと思うんですけどね。本当にそうですよね、うん、だから今でもそのマレーシアがジャングルだと思ってる人多分いっぱいいると思うんですよそうなんだそんなことないですよね、実際、うん、本当にインフラも全然高い、はい、うん、タイよりもね、昔は物価高かったし、はい、うん、そうですよね、もう十分に都会ですし、うん、まあ、国としては2020年に先進国入りを目指してるくらいなので、ちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、もう電車も便利ですし、もう生きるのに全く不便がないわけですよね、日本人が普通に生きていくのに、うん、なのでもっともっといいところ、マレーシアの良さっていうか、マレーシアのリアルをしてほしいなっていうのはあるんですけど、でもそのためにはまずマレーシアを知ってきてもらわないといけないじゃないですか。なんか一時ツアー出してませんでした。ツアー、ああやろうとしたんですけど、うん、あんまり集まりませんでした人ちょっと望みと周りマレーシアとかでやったら集まりそうなのに。そうですね、今年ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱりそのメディアだけの情報じゃ偏りがあるので、うん、実際にいいことも悪いことも来て見てもらわないとわからないんですよね。なので本当のいいだけのマレーシアを知るんじゃなくて、リアルを知ってほしいなっていうことで、今年ちょっといろいろツアーというか。でもそのインターンシップもいいかもしれませんね、はい、ああそうですね、うん、私がもともとインターンシップ上がりっていうのがあるんですけど、うん、ただインターンシップ、そうですね、私はもう本当に初めて来た瞬間からもうマレーシアの魅力に取りつかれて、もうずっと居座ってしまってるので、なんかそのやっぱりマレーシアが合わないっていう人も結構いるんですよね、うん、合わなくてその帰ってしまう人、まあいろんなその MMHH でも母子留学でも駐在の人でもそうですけどいるんですけど、それがなんでなのか私わからないんですよね。そうですよね、はい、なので、うん、インターンシップとかでもその私がちょうど同じ使った同じなんだろうインターンシップの斡旋会社で、私の後に、まあ、別のホテルですけどマレーシアに来た人がいて、でなんかその私も先輩というか、まあ、マレーシアでインターン研究してたのでちょっとサポートをしてほしいってことで頼まれて、まあ、何回か会ったりしてたんですけど、彼女は結局会わないっていうことで日本に帰ってしまったんですよね。でもそれが何でしょう、なんかなぜか私は分からないんですよね、うん、足元にマレーシアが好きすぎるので。でもそれは会う会わないやっぱ人それぞれあると思うので、でもそれはしょうがないことだと思いますけど、もしそれが途中で帰る子はどこ行っても無理でしょうけどね。まあまあそうですね、でもそこにもし何か誤解だったりとか、なんでしょうね、うん、そのやっぱり過剰な期待をしてるとか、そのマレーシアに来る前に、でなんか過度なそのメディアの煽りみたいなのがあって、うん、すごい期待してきたら現実は甘くなかったみたいな、うん、そういう感じなのだとしたら、
なんかそういうのはなんか悲しいじゃないですか。そうですね、やっぱりいい思いをして帰ってほしいので、うん、そうやったらそのなんかむしろ何も先入観を持たずマレーシアっていう国にまず来てもらって、で私がまあいろいろ案内するので本当のリアル、まあ、もうビジネスやりたい人だったらビジネスのリアルでもいいですし、もう望みやることいっぱいみたいなそうですね、子供産んでる場合じゃないですね、子供だけ産むけど誰か育ててくださいね、お願いします皆さんの決定そうなんです、だからいろいろそういう本当のマレーシアを知ってもらう、そして好きになってもらうっていう活動をこれからどんどんやっていきたいなと思ってます。なるほど、はい、J-POP SHOWER。J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこをお届けしております。今日の雑学講座のお客様は2014年アイラ新年号にてアジアで勝つ日本人100人に選ばれ、 NHKBS1 特番アジアで花咲けなでしこたち初のマレーシア編で当時25歳女性経営者として出演されました木村のぞみさんにお越しいただいております。はい、もうあっという間に時間になってきたんですけれども、のぞみさんの今後の展望は？今後の展望、そうですね、だってやることって今やってるのがベビーでしょ、はい、カラオケやりだしたでしょ。カラオケの話ってまだしてなかったんですけど、カラオケ、そうそう、今ファミリーカラオケやってるんですよね。そうなんです、そうなんです。去年の10月にオープンしたんですけど、はい、あ、じゃあまだ3ヶ月目、まだ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 暇なんですけどいや、どうですかカラオケは？そうですね、簡単ですね、もうビジネス舐めかってるよなみたいな、はい、やっぱり産地産業なので、はい、基本的にはもうこう言ったら本当あれなんですけど、マイクとお酒を渡しておけば皆さんリピーターになってくれるので。なるほど、はい、とてもありがたいです。一応食べ物とかも出すんでしょ？出します出します。それはそのアウトソースというか、うん、そのショッピングモールの中に出しているので、はい、その知り合いの飲食店のところと一緒に提携して。作らなくてもいいんだ、はい、パーティーフードだったりとか、うん、まあ、その子供のバースデーとかその送別会に、そのファミリーカラオケなので、っていうかそういうのが今までマレーシアになかったんですね。子供を連れて親子で楽しめるカラオケボックスっていうのがなかったので、はい、開けてみたら本当に昼間がそういう、まあ、需要がすごくあったので、その親子でカラオケを楽しむ場所に皆さん使ってくれてるんですよね。何人が来るんですか？日本人が来ますね。日本の機種を置いてます。はい、で韓国人の機種、韓国人とか韓国の曲のマシンも入れていて、あとは普通にマレー語、中国語、英語、まあ何でもあるんですけど。マレー語のカラオケっていうのもやっぱあるんですか？あります。あるんですけど、うん、そのまあマレー語のカラオケは割と政府系の何でしょう、会社がやってるところでお酒が出せなかったりとか、はい、あとはそういうところ、政府がカラオケってなんか微妙ですね、はい、そうなんですよ、はい、で展開してたりするんですけど、まあ、そこでお酒はまあなかなか飲めないですし、うん、まあ、その日本人的からすると日本語の曲はまあほとんど入ってないわけですよね、はい、でなんかそれでそういう需要があるっていうことは知っていたので、私ずっと今までローカル向けにビジネスをやってきたんですけど、でそのまあ8店舗あれば1店舗ぐらいはその日本人がよく来るお店みたいなものがあるんですよ、その J-Kids の中でも。そこでまあいろんな人と触れ合ってるうちに、日本人の駐在の方たちがその子供を連れていく、昼間に連れて行って遊べる場所に困ってるっていう話をすごいよく聞いていたんですね、うん、それでな、まあ、今回ちょっと J-Kids 私8月で退任することになって、次何しようかなって思った時に、あ、そういえばなんかみんな昼間遊ぶ場所、子供を連れて、あとなんか、まあ、カラオケをする場所に基本的に困ってたんですよ、駐在の奥さんたちって、うん、それだけカラオケが好きなんだ好きな人がいっぱいいて、うん、でマレーシアにも今まではカラオケはあったんですけど、カラオケ、何でしょう、ですけどそのボックスではなくてスナックだったりとか女の人がいる店が多かったので、なかなかそこに子供を連れてというか昼間に親子でママ友とママ会とかをするのにはふさわしくないじゃないですか。そういう場所がなくて困っていたと。でレストラン、あくまでもマレーシアってインドアなんですね。そうですね、やっぱり外が暑くて雨も降ってっていうのがあるので、基本的にみんなレストランの中とか家の中とか中で過ごしたがるんですけど、で、まあ、レストランとかでママ友会みたいなことをしても、やっぱり子どもたちが走り回ってしまってゆっくりおしゃべりできないじゃないですか。
でもそのカラオケだったら、まあ、料理も楽しんで歌も楽しんでおしゃべりもで子供が騒いでも怒られないわけですよね。でそういう場所が必要だっていう話は私やっぱり聞いていたので、ちょっと作ってみちゃおうかなみたいな感じで軽い気持ちで作ったんですけど、で今後の話にもちょっとつながるんですけど、いざまあカラオケを開けましたと。でなので今回はたまたま私としてはその日本人向けのビジネス、今までずっとローカル向け、これからもローカルを見てビジネスをしようと思ってたんですけど、今回ちょっとまあなんか脱線したかなと思ってたんですよ、日本人向けの仕事を始めてしまったなって、うん、でもなんかその今その J パーティーっていう名前なんですけど、そのカラオケ屋さんがで J パーティーのなんか一室でまあオフィス代わりにして仕事とかミーティングをしてたりするんですね。でお客さんが入ってきたような音がして、まあ、そのあまり耳慣れない何でしょう日本語の曲だったりとかを歌って、で帰るときにチラッて見たりするとローカルなんですよ。なんかそのチャイニーズ、うん、マレー、うん、まあその何でしょう人種問わずなんですけど、日本語を歌いたいてか日本語の曲が歌えるローカルの数がすごい多いんですよね。へえ。なのでそれはなんでなんでしょう。やっぱりなんか漫画とかの影響が大きいんですけど、日本語の漫画っていうのがマレーシアですごい人気があって、でまあ毎朝な日本のコナンとかですか、はい、あれが吹き替えされていたりとか、うん、マレー語でこれも喋ってるみたいなのも流れてますし、あのそれってさあの終わったと思ったらまた始まりますよ。そうなんですよ。なんかスラムダンクなんかもずーっとちょっとスラムダンクしかやってなかったりとか。そうですね、そうなんですよね、うん、でなんかそれを見てるローカルもすごいいっぱいいるんですよね、うん、あとやっぱりその漫画ですね、読む漫画、うん、のがすごい人気があって、ナルトとかそういうのも人気があって、でタクシーの運転手とかでもなんかちょこちょこ日本語喋るなと思ったら、うん、なんかナルトから勉強したみたいな人がすごい若いな。でもちょっと偏った日本語だったりするんですけど、なるほど。でもとにかく日本語の歌を歌えたりとか日本語を勉強していて、でその日本語自分が学んだっていうか喋れる日本語を披露したくてしょうがないローカルがマレーシアにはめっちゃいっぱいいるんですよね。でそれを披露できる例えばカラオケだったりとか、うん、あとは日本語のスピーカーの友達を常に探してるんですね、うん、なので、それでそういう人たちが町子に来るんですよ。じゃあ向こうの人たちは日本人と友達になりたい。なりたいみたいです。でもそういう人がいない。そうです、なかなかそういう場がないんですよね、イベント。なのでその限界があるじゃないですか、やっぱり語学学校にその通って日本語を勉強して、でもその中だけのコミュニティというか、そこに、まあ、語学学校の日本人とそんな出会えるわけでもないので。そうですよね、日本人はいませんよね。そうなんですよね、先生以外にいないわけじゃないですか。かといってそういうなんか日本人とその日本語スピーカーのローカルが一緒に何か集まるっていうイベントっていうのがありますけど、まあ、極端に少ないんですよね。でそういう場所を求めてる人たちがすごい多くて、それはマチコンを開催した時にもそう思ったんですけど、カラオケを開けてみて日本語の曲が歌えるローカルの多いこと、そしてそこにもニーズがあるんだなと思って、で改めて、まあ、なんかその、まあ、そのニーズにこれからも応えていきたいというか、日本人とマレーシア人をつなぐイベント。その中でもパーティーできるもんね、はい、そうなんです。なので大きなパーティールームにしちゃったらそうなんですよ ね。あとはもうマレーシアコスプレイヤーがすごく多いので。マレーシアもコスプレ多いんだ。多いんですよ。なのでコスプレのイベントだったりとか、みんなそのイベントとか集まる場所に困ってるんですよ、とにかく行くとこないのね、はい、だからそのカラオケを、まあ、そういう場所に使えないかなみたいなのを常に模索はしてるんですけど。なるほど、じゃあ日本みたいな小さなボックスじゃなくて、はい、広いパーティー会場の方がいいかもしれませんよ。必要かもしれないです。でそういうのをやりたいなと思ってます、なので日本人向けにビジネスを始めたはずが結局はローカルを見ちゃうみたいな、はい、そこは面白いところですよ ね、うん、でももともと別に日本人のためにっていうつもりではなかったわけでしょ。そうですね、やっぱりなんか、うん、まあ誰でもとにかく子供と一緒に親子がその楽しく過ごせる場所を作りたい、やっぱり一度その J キッズを離れてっていうのは離れて実務から離れましたけど、やっぱりマレーシアの家族を幸せにしたいというか、マレーシアの親子のために何かをしたいっていうなんか気持ちは変わってないんですよね。って考えた時に、あ、カラオケボックスないなと思って、なるほど、作ってみて、そしたら新たなニーズが見えてきてっていう感じなので。で今後そのベビーのショップ、はい、カラオケ、はい、次何行きますか。あとはそのやっぱりイベント系ですよね、あとそのこれはさっきも言ったように日本人にやっぱりマレーシアのリアル、マレーシアの良さを知ってほしいっていうのがあるので、そのあとはすごくさっきも言ったようにすごく綺麗な海がたくさんあるんですよね、マレーシアって。なのでそういうのも結構知られてないので、そういうとこで日本人のカップルの人たちにこうウェディング
をあげてもらうとか、あそうかウェディングビジネスも入ってましたもんね。そういうこともしたいんですよ。なので、うん、そういうマレーシアでまだまだウェディング業界っていうのが弱いので、うん、そういうのをなんか日本人のホスピタリティってやっぱり特別じゃないですか、アジアで。そういうのをその生かしてそのウェディングとかのイベントを企画運営とかをやっていきたいなと思ってます。だってもう一個そう、はい、写真スタジオもやってなかった。あそうですもうもうみたいな、すごいよね。そうですね、うん、それはなんかキッズのフォトスタジオを今マレーシアで1店舗あるんですけど、うん、それなんかも絶対受けそうでしょ。そうですね、うん、ただやっぱりそういう文化がその子供のフォーマルな写真とか、うん、あとはパーティーの写真を撮ってアルバムに残すっていう文化が今までなかったんですね。でもそれ絶対お誕生日とセットでできるじゃない、はいはい、もうシンデレラの格好して写真撮ってって言ってね、はいはいはい、うん、なので今まではどっちかっていうと親が自分の写真を撮るとか、うん、ウェディングフォト、マタニティフォト、そういうのはすごい人気があったんですけど、うん、子供の写真をその残すみたいなのがなかったので。向こうのブライダル業界ってどうなんですか、写真命みたいな感じで、うん、あもう写真そうですね、披露宴の時に動画とか流しません、はい、ありますね、ありますね、うん、ですけどまだそのホテルウェディングとかっていうの多くないんですよ、うん、そうなの、まだまだ。じゃあレストランでみんな呼んでパーティーもありますし、家とかその家の前、うん、なんか特にマレーシア人、マレー系は特にそうですけど家の前で人を呼んでみたいなのが多いので、うん、まだまだその場所を借りて、うん、例えば結婚式場とかっていうその結婚式場のための箱っていうのがないんですよ。まあホテルとか、はい、まああとは家、あと公民館とかそういうところであげたりするので。あじゃあなんかそういうところでゴンドラがなんかやったらすごい便利ですね。なのでそういう箱がまずないので、そういうのもあって、でそこになんか日本はとにかくすごいじゃないですか、いろんな形があって、うん、いやあの2時間でしょ大体、はい、で終わらせる狭い箱をうまく人をこっちやってこっちやってこっちやって、はいはいはい、あの技術はすごいなと思いましたね。そうですね、ああいうのを持ってこれたら、うん、まあ、それも多分ちょっとは時間かかると思うんですね。やっぱりそれぞれチャイニーズマレー独特の文化の中で生きてる独特の結婚式スタイルというか伝統的なものがあるわけなので、ね、だってね賛美歌歌ってかと思うと、はい、今度サーブしてるんですもん。ああそうですよね、日本ってねすごいですよね、スタッフの人たちが何でもやるじゃないですか、何でもやる、びっくりした。すごいですよね、うん、ああいうなんかそしてきめ細やかなみたいなのは日本特有だと思うので、うああいうのをまあその日本のカップルをこっちに連れてきてっていうのもそうですけど、うん、こういうスタイルがあるんだよっていうのをやっぱりローカルの人たちに知ってもらいたいっていうのもありますよね。でも本当にじゃあのぞみさんの場合はもう若い時からそっち行っちゃってるから、はい、逆輸入に日本に戻って仕入れてこないといけないよね。そうですね、うん、ただ日本はちょっと今寒いですしね、なかなか、うん、寒い時は行かないって、はい、なので、うん、ちょっとチームを作って、うん、やっぱり私にできることっていうのは限りがあるので、私は結構そのイベントだったりとかしても運営企画あと段取りしたりするのが好きなので、今度はウェディングのチームを作って、お花はこの人とか、ヘアメイクはこの人、写真はこの人っていう風にそれぞれで分業して、でそれぞれの持ってる力を活かせるようなチーム作りを、まあでもそういう人たちって結構マレーシアにもいるんですよね。入ってる、うん、もうで個人で生活できるんですか。これから頑張ろうと思ってるそれぞれの分野の人たちがいるんですよね。なのでそういうチームが作れそうだなって思ったのが、やっぱり私がウェディング業界にちょっと入りたいなと思ったきっかけでもあるんですけど、うんうん、やっぱそうやってスキルを持った人たちが自然と集まってきていて可能性を探してるんですね。なるほど。その人たちをまとめて、うん、なんか一つのものを作り出していきたいなと、まあ、技術はあってもなかなかアピールができない人たちってことなのかな、はいはい、なので私はやっぱりイベントだったりとか、うん、その5年間マレーシアにいていろんなコネクションだったりとかそういうところには自信があるので、それぞれのスキルを生かしてということで、なので私がその全てを何でしょう、全てを勉強して日本のものを持ってきてってやるともうどうしようもないので、うん、時間がいくらあっても足りないので頼るとこは頼ってというか、うん、分業してチームを作って、だってみんなでマレーシアを盛り上げていけたらいいなと思ってます。ほう、素晴らしい。じゃあもうマレーシアの中の新しい日本旋風というか。そうですね、うん、日本のいいものをとにかくローカルの人たちにどんどん知ってもらいたいっていうのがもう私のぶれないというか、うん、ところなので、はい、そのためにはいろいろ活動していきたいなと。じゃあその最終のゴールって何ですか。最終のゴール、そうですね、もうすごい単純なんですけど、ただマレーシアに入れられさえすればいいです。そんなにマレーシアが好き。そうなんですよ。なのでそのそうですね、だから今例えば私がこれからやっていくこととか、うん、やってきたこともそうなんですけど、基本的に私がこれをやりたいとか
私は子供が好きでキッズビジネスを始めたわけでもないですし、子供嫌い、そうなんですよ、まあ、使い方も分かんないですし、はい、だからベビーのてか妊娠してなかったらベビーグッズを始めようとも思ってないわけですよね、うん、ですけどその時その時で何かきっかけがある、もしくはニーズ、やっぱニーズに応えて、私自身でなんかこれがやりたいっていう一本筋が今まであったわけではなくて、むしろなんかニーズがあるのに応えて店を作ってきたというか、まあ、柔軟なんだよね、それだけね、そうですね、でそれとあのキャッチできるのよね、はい、そうですね、うん、なの でニーズがあって、あじゃあ作ろうかみたいな感じで来たんですよね、うん、なのでだから今私がそのイベントとかをやろうとしてるのはそこにやっぱニーズがあるからやろうとしてることなので、私は別にそれをずっとやりたかったっていうわけではないんですよね、うん、だからこれから先も多分そのスタンスで行くんだと思います。じゃあまた3年くらいして、はい、落ち着いたらまたふって違う方に行くかもしれない。そうかもしれないですね。その時にまた別の情報が入ってきて、うん、やっぱり時代はどんどん変わっていくじゃないですか、うん、なのでその3年後にマレーシアで必要とされていることで私にできることがあればそれをやっていくっていう感じなので、うん、そうですね、具体的に自分がどうなりたいっていうのは今はちょっと想像はできないんですけど、想像できないというなんかしないなんでしょうね、うん、今、うん、そのもう毎日私マレーシアにいるだけで幸せでしょうがないので、そうか、私はなんかタイにいてもタイにいるっていう時間って別にないからもう長くいすぎちゃってて、そうですよね、うん、じゃあ今年2016年ってどんな年ですか。そうですね、でもやっぱり子供が生まれてくるので楽しみですね、うん、何月に生まれるの。5月の頭には生まれてくるので、うん、どこで生むの。マレーシアで。マレーシアで、うん、はい、だからそれは楽しみですよね、うん、なのでやっぱり子供が今の自分と生まれてからの自分って多分何かしらの心境の変化かもしれないし、何かしら違うと思う、何か変わると思うんですよね、うん、考え方とかその後のビジョンとか、それが楽しみというか私自身どう変わるのかが楽しみです。あ、私ねあの子供ってそんな得意じゃなくって、はい、嫌いってこともないんだけど、はい、一緒に遊ぶって言っても疲れてるからなんかお昼寝ごっこしようってまず言ったりとかせいぜいできてビーチバレーみたいな感じだったんだけど、最初の子供を産んで日本から母が来たんですよ、はい、その時に母に言われたことがあんた変わったねって言ったんですよ、えどうしてって言ってずっとねもう動揺をかけてずっと娘にお歌を聞かせて一緒に歌ってしてたんですよ。あんた子供苦手やったやんって言って、しゃあないやん自分の子やからみたいなねそういう会話を関西弁でしてたんですけど、はいはいはい、やっぱ変わりますよね。そうですよね、きっと、うん、ただ今それが私に想像ができないので、そうだよ、ね、生まれてきて、ね、はい、もしかしたらそこでまた新しい仕事とか、もしかしたらなんかわからないですけどまた別のことをやる。私あのマタニティミーティングしてましたよ、多分そっちも行くんじゃないですか。いいですね、いいですねなので多分そこでまた、うん、まあ、そうするとやっぱ付き合う人も変わっていくじゃないですか、うん、若干、うん、あとまたそこになんかニーズがあったりとかして、うん、また別のことやるかもしれないですし、なんか自分がやりたいことっていうよりもニーズなんだね。そうですね、うん、はあ、ニーズに応えてきた感じですね。やっぱり今5年前4年前に実際自分で起業した時も私は本当にただの女子大生だったので、田舎の、うん、別に何かスキルがあったわけでも経験を積んでたわけでもないんですよね。ですけど、まあ、J キッズっていうその、まあ、そこにニーズがあって、まあ、子供の遊ぶ場所がないと、だから J キッズを作って、で結果的には、まあ、ローカルの人たちを受け入れてくれて今ここに私が入れるわけなので、基本的に私のベースはそのマレーシアに対する感謝みたいなところがすごい大きくて、大事なところですね、海外で住むにおいてはね。そうです、外国人をこうして受け入れてくれたこの国に恩返しがしたいっていうのが本当にベースにあるので、うん、だからこそやっぱり自分の周りの人たちとかがなんかこうしてほしいっていう何かニーズがあって、そこに私ができることがあるのであればできる限りなんかそうですね、やっていきたいなとは思ってますね。なるほど、はい、では最後にリスナーの皆さんに何か一言お願いします。一言、そうですね、マレーシアに来てくださいぜひツアー望みはいつみたいなそうですね、早くやりたいですね、うん、妊婦でも大丈夫よ、行ける行ける、はいはい、アテンドしますいくらでも、うん、やっぱりその、まあ、マレーシアっていうのは東南アジアのハブなので、で今エアアジアですごい格安航空が出てますし、マレーシアからだとそのいろんな国、ジャカルタもバンコクもシンガポールもですけど1時間2時間ですぐ行けちゃうわけですよね。なので、まあ、その東南アジアを旅する時のハブにしてもいいですし、ちょっと立ち寄るぐらいでもいいので一度でいいからマレーシアに入ってみてほしいなと思いますね。それとやっぱりその、うん、想像と多分違うと思うんですよ。ほとんどの人が想像してくるマレーシアと実際のマレーシアって違う、いい意味で違うと思うんですよね。だからそれを感じてほしいですし、やはりまだまだ可能性、チャンスがあるので、まあ、アジア全体はそうですけど、その中でもマレーシアは特に住みやすいですし、で日本人が住んで不便もないと
まあ、とにかくいい国なんですよね。なので一度来てほしいなと思います。もうあれですよね、もう完璧にマレーシア観光大使ですよね。あ、そうなりたいんですけど、なりたいですね、どうしたらいいんでしょう。ねえ、なるんじゃない観光局とかあるんじゃないの。ありますね。ねえ、やっぱそこにアピールでしょう。そのうちなんかものぞみって顔つきのツアーが出てると思う。それいいですね。いいですね。絶対いいんじゃないかな。頑張ります。はい、ということでねえ、私まさか妊婦さんだとは知らなかった。今日は本当にありがとうございました。またこれからもどこかでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あっという間に時間になりましたけれども、はい、最初言ってた CT スキャンの中に何があったか、作り付けの棚があったんですよ。びっくりしましたね。監視カメラみたいなのがこっち向いてて、棚があって門掛けがあって、そして段ボールがあって、もう完璧に倉庫でした。嘘、 CT の中ってこんなだったんだって、はい、これは衝撃でした。ということで、あっという間に時間です。また来週お耳にかかりたいと思います。ボイスホビークラブののりこでした。この番組はトヨタの提供でお送りしました。